こんにちは。こんにちは。ただいま戻りました。はい。大変やったね。足ちょっとプルプルしてる。筋肉痛の人。筋肉痛ではない。俺筋肉痛ではない。階段がね、なんかあーってなる。俺あの日頃の筋トレのおかげでなんともない。君は胸筋が痛い。胸筋。多分こう掴んで登るからだろうね。こうこうやってこう。そうそうそう。そんな感じで登る。まあその努力の結果、はい、取れた食材たちがこちらです、はい、じゃ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 ーん。初の天然ヤマメで、児玉さんが釣った2匹がさ、体高あるすごいいい感じ、なんか天然の方が綺麗だよね。綺麗、普段のようにね、尻尾がピンで、タラの上ね、と伸びる伸びる伸びるくん、伸びるで、今回は天ぷら尽くしとプラス、はい、伸びるはあの酢飯、酢味噌よろしくよろしく炭味噌が合うらしいので、はい、炭味噌炭味噌炭味噌です。炭味噌です。茹でて、はい、炭味噌にしていきたいと思います。よろしくお願いします。それじゃあまずこれはあの下処理終わってます。この2つ、うん、タラの芽と、うん、のびるくんを処理していきましょう。はい、で、あのうちのメンバー山菜好きがいっぱいいるから、うん、特にハタがタラの芽大好きだから、はい、結構いっぱい取ってきたからみんなも呼んで、はい、みんなで食べよう。はい、はい、こっちがトゲありタラの芽ね。じゃあまずタラの芽から処理しますか。こっちがトゲなし芽、芽だら、芽だら、芽だらって、芽だら、とりあえずあのタラの芽からやっていきましょうか。なんかね、俺の記憶ではね、ジャゲ君とやったけど、ここの袴を取って、で、なんかここの木っぽいとこはね、切ってた気がする。ハサミあげます。なんかね、この硬い部分、ここも完全茎やん、ここ。あ、いいじゃん。いいね、いいね。で、ちょっとささっと洗って、虫とかが出てきたりするらしいからね。あ、ショコタンやることない感じ。ショコタン、あの、気分と一緒のことやってよ。あ、これ美味しそうだね、確かに。あ、え、そんな早いの、そっち。早いですよ。え、じゃあショコタン、ショコタン。だって、これドキドキって切っても、ジャ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 。いや、でも虫チェック結構、うん、虫チェックは結構ちゃんと、うん、眼鏡ない。はい、次トゲなしいきまーす、はい、ね、これ、別にした方がいいかな。なんか分けようか。味が違うと思うけど、味は一緒。検証的に検証、検証。うわー、うまそう。やべ、集中しちゃう。ちょっとこれはね、ちょっと一気に終わらせよう。一気に終わらせよう、集中して。メンダラの方がうまそうだな。間違いない。ね。これ絶対うまいよ。ほんとなんか、焼き芋、根っこが焼き芋っぽいし。そうそうそう、ホクホクしてるんだよね、これね。そこも美味しいし、葉っぱの部分のサクサクっていうのと混ざってさ。いや、ちょっと待って、ストップストップ。置いて置いて。3つ先に終わらせた。どっちが終わらせたね。はい。よーい、2つ。頭残ってたら、それはポイントに入らないよ。やべえ、これ、あ、かわいい、うん、3、謝ろう、謝ろう、仕事だ人としてそこはごめんなさい、次にこいつを洗っていきましょう。これ、あの、なんだっけ、伸びる伸びる、土がいっぱいついてるので、洗っていきます。絶対うまいと思うんだよなそれ。で、油とか準備してきますね。はーい。じゃあ、ショコタン、その根っこ部分をハサミで、もう一個。よし。ドキッ。もしなし。薄皮は剥くのかな。やっぱ、ヒゲは取らないといけないって言ってたね。そうそう、ヒゲと、あ、つるんって剥けたね。あー、剥けた。はい。伸びる、はい、伸びる、結構大概だったの。伸びる最上にある。で、多分ね、この辺まで食うのかな。この辺 の、 あの変色した部分はもう食べない方がいいって言ってたから、比較的この新しい部分が食べますから。こっちこんくらい切る、鏡で切りながらね、こっちこんくらい切らないと天ぷら鍋に入らない。そうね。酢味噌作っていって取ります。それで目のと酢と味噌、酒入れます。全然覚えてない。もうみりん入れときます。酢味噌ってどうやって作るんだろう。
あ、それは酢は入れるわな。寿司酢、甘めの酢ですね。酢、みりん、酒入れました。砂糖。今日はなんでこんなにちょっと急ぎ目かというと、お昼から健康診断があるの。昼が健康診断です。はい、足りねえな。結構高いね。そうなんですよね。おー、いい感じ。運動筋を入れていきます。運動筋。さあ、それでは味噌を出していきましょう。酢味噌美味しいもんね。酢味噌が酢味噌っぽくなってきました。見た目はみんな酢味噌っぽくなってきたよ。できた酢味噌を今のうちに冷やしときましょう。トロリンチョいっぱい作りすぎちゃったな。はい、もうすよ。はい、完成です。酢味噌、はい、オイルだよね。酢味噌で食うとき、いや、もう生じゃない。生、ちょっと調べてみる、うん、生、マジ伸びる。いや、生の可能性大ですよ。大なの。大と思う。野菜茹でるって。え、マジっすか。へぇ、茹でやんせ。やっぱりね。やっぱりね、うん、ね、そう思った。ね、気分言ったもんね。ショコタンだけなんか生でいける。パッ、激ムーがいい。あじゃあ茹での準備します。はい、こいつをボイルしていきたいと思います。どんくらい食うかな、酢味噌。どんくらい食うかな。そうですね、どんくらいにしとこうかね。酢味噌ボイルします。まずこいつを入れて。いやでもいいね、山菜美味しそうだね。いやもう本当に、うん、もうワクワクしてきた。でもあれ取ってないでしょ、また今年。つくしと菜の花。そうなの。菜の花はもう終わっちゃったね。つくしももう開いちゃったかな。開いちゃってるらしい。あ、でもちょっとワンランク上の俺が山菜に来ましたね。ワンランク上の山菜行っちゃったね。つくしから卒業しちゃった。卒業しちゃったね。伸びが変わったね。変わったね。伸びるに行っちゃった。じゃあ次、天ぷらのあれを作っていきましょう。巻いて。ごめんよ。生めはある程度ドロドロが美味しいから一回分けるんだ。さあ、茹で、ま、もうちょっと、まあちょっとかな、どう思う。まあちきったよな。で、こちらが山め用の天ぷらのタレでござる。完成。次は山菜用の天ぷらのやつを作りたいが、器がもうない。これに作っちゃおうかな、天ぷらの素。そうね、結構ね、いっぱいいると思うから。ね、いっぱいいるよね、うん、山菜系はやっぱサラサラにした方が僕は美味しいと思う、うん、あ、いい感じのサラサラだね、うん、さあ、ヤマメくんを揚げていきます。ちょっと温度高いな。はい、はい、太鼓のある山根が。高くはないから、よかったよかった、ちょうどいいぐらい、うん、はい、3匹入れました。見て見て、ほら、おお、あ、どんな感じ。ああ、柔らかい。うん、プリプリしてる、ほら、プルンプルンした。美味しそう、美味しそう。いいじゃん、いいじゃん。キムさん、酢味噌をかけていただけませんか。いきますよ。はーい、よーし。さあ、あー、これはマッカパイ。おいしょ、おいしょ、おいしょ。あ、天ぷら粉に醤油入れるの忘れてた。伸びるの酢味噌和えでございます。あー、はい、美味しそう。おいしそう。わー、うまそう。ヤマメさん、天然だからね、こちら。わぁ、天然のヤマメさんをあげて。本当に天然、ど天然。ど天然だよね。うわ、うまそう。もうこれ完成の状態にしましょう。なるほど。もう一個皿をお願いします。今日えらいこれもパリパリしてます。もうこれにした。うわ、素敵。うわ、素敵。じゃあ、いきます。麺だら。
あげます。はい、いらっしゃい。次、オンダラ。オンダラ、オンダラ、オンダラ、ホンダラ。違う、女子がそうしてくれならまだしも、初歩だからさ。やるぜ。女子にされたいわ、そんなの。ぐるぐるぐる、ガチゴー！やれって言われたんだよ。はい、オッケー。オッケー。いいね。うわ、トゲが。うわ、ほい。はい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 。はい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 。シャラダバダ。伸びる。シャラダバダ。よし、完璧。盛り付けていくよ。盛り付けお願いします。でかさー、ほら。辛山からってーで、大中小。いいね、いい感じ。あ、いいね、いい感じ。うまそう。生姜いいやん。生姜が入れます。わ、伸びる、おいしそう。ほらほら、はい、できました。はい、じゃあ盛り付けていきます。レンダラ、レンダラ、それきれい。はい、完成しました。さあ、食べていきます。はい、熱っ。おい、ゴー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 。はい、完成しました。さあ、それではいただきましょう。はい、いただきます。早く、どれからいきますか。天然のヤマメからいきます。いただきます。いただきます。うまい、うまい、うまい。頭がうまいってすごいね。うん、なんでだろう。うまっ。うん、うまいわ。うまっ。すごくうまいやろ、天ぷら。うまっ。仕事初めて。うん、うまいやろ、天ぷら。うん、何こそこそしよっと。こちら、ここに切れ身を入れて、うん、大きめのワームのフックを刺し、重りを入れたら、うん、こうなるんじゃねえか。リアルビッグベイトじゃねえかと。熱っ。じゃあ次、はい。天ぷらからいきますか。うん、どれ天からいく。どれ天。これね、タラの芽からいく。トゲなしタラの芽。トゲなしタラの芽。じゃあ俺もトゲなしタラの芽。そこだ、大きいのどうぞ。これだよね。もうこれだよ。天つゆ、天つゆでいきましょう。天つゆべったり、天つゆべったりよね、やっぱね。べったりよ、べったりよね。いただきます。いただきます。うまっ。これだ。この後同じこれを求めてたんだ。のび太の天ぷら、のび太の天ぷらいきます。はい、うん、この丸いのが気になる俺。ね、ね、のび太。いただきます。いただきます。一回口の中を整理。あー、うん、うまいよ。うん、あ、うまっ。やっぱりうまい。口の中を整理する。やっぱネギ好きな人に好き。じゃあ俺好きだ。マジでうまい。マジでうまい。あ、うん、マジでうまい。うめ、なんじゃこりゃ。うめえ、これうめえね。うめえ。らっきょうっぽい。らっきょうとネギの味がするね。そう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 。これ絶対酢味噌うまいじゃん、そしたら。うん、ちょちょ、俺酢味噌行きたくなった。こっちの方が合う気がする。うんうんうん、俺もうめぇ。マジ。こいつは MVP だ。こいつはうめぇぞ。こいつはうめぇ。あー、うめぇ。こいつはうめぇぞ、翔吾優勝した。えらいこっちゃ、これえらいこっちゃやね。こいつはうめぇぞ。これそれな。伸びる伸びる伸びる。で、伸びるってね、普通にそこら辺に生えてるやつの酢味噌。球根。うん、普通にそこら辺に生えてるやつ。いただきます。おビールダイね。おー、おいしい。ね、びっくり。おー、おいしい。ね、ほんまね。もう一個いった。すいません、って言ってもう一回。うまいやろ。うまい、これ。ね、めっちゃうまい。ただだからね。ただだからね、こんなもんね。誰でも取れる。ブチブチ。
うまかったんだ。ただ他人の土地からは取らないように皆さん。そうですね。気をつけてください。揉め事にならないように。ってことで、はい、今回は、はい、5時間山の中を歩き回り。いやもう5時間の分はあると思う。まあ美味しかった、美味しかった、うん、美味しかった、みんな筋肉痛になりながらも美味しいご飯が食べれました。はい、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バーイ。のビール。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。